水槽に水を入れてあります。そこへ小さな紙切れを浮かべ、それをスプーンで、すくい取ってみます。画面の中央付近にある紙切れをすくい上げてみます。では、スプーンを入れて、こうですね、このように簡単にすくい取ることができます。次はスプーンを逆さまにして、盛り上がった面で、紙くずをすくい取ってみます。どうでしょうか。これはうまくすくえないですね。水と一緒に紙くずが逃げていくことがわかります。次に水面に発泡スチロールを細かく切ったものを浮かべました。たくさん浮いています。これをコップですくい取ってみます。では、はじめにコップの口を上に向けてすくい取ってみます。コップを静かに沈めて、そして水平にして上にゆっくり持ち上げていきます。こうすると、発泡スチロールの細かい粉はうまくすくい上げることができました。次にコップを逆さまにして、そこを上の方に向けています。これをゆっくり水平に持ち上げてすくい取ってみます。そうすると発泡スチロールの粒子は水と一緒に流れ去ってしまうことがわかります。残った粒子は少しになっています。上から観察してみます。まず最初はコップの口を上に向けて、すくい上げてみます。ではコップをそこに沈めてあるのを、水平に持ち上げてみます。はい、このように発泡スチロールの粒子をたくさんすくい上げることができました。次にコップを逆さまにしてすくい上げてみます。そうするとコップの底の上にある水と一緒に粒子が乗って逃げていってしまうことがわかります。残った粒子がごくわずかになってしまいます。このように、粒子は水の流れに乗って移動する様子がわかりました。